徹底力っていうのは必然なので、これが意識できない人が経営者になるっていうのは無謀だなと思う、うん、何かご意見ありますか、ね、はい、どうも秀吉です。藤本です。 CEO チャンネルをご覧の皆さん、ありがとうございます。このチャンネルは経営者が経営者の目線で物事を語ったり紹介したりするチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ乾杯。あれ飲んでるし。禁煙を宣言してあっさり健康になっていただこうと用意しました。よっ、いやー、センブリ茶です。これを飲んでいただこう。乾杯。はい、乾杯。うわ、怖い。うわ、苦い。キャー、苦い。うわ、どんどんいきますね。地獄か。今回は、私、藤本が話させていただきたいんですけれども、テーマ、徹底力。取り上げる作品は、3月のライオン。まあ、簡単に言うと、将棋の漫画なんですけど。あ、将棋なんですか。はい。作者が、海野千佳先生。海野千佳先生といえば、そう、ハチミツとクローバーなんですけど、で、少女漫画なんですよ。その少女漫画家さんが少女漫画家の絵柄のまんま青年誌に連載してるんですけど、その連載してる雑誌がすごいんですよ。何？ヤングアニマルなんですよ。おお。二人エッチとか、デアマスターとか、ベルセルクとか。あ、ベルセルク、そうですね。そう、血とエッチばっかの雑誌の中に少女漫画がドンって入ってるんですよ。しかも題材は将棋。将棋。ベルセルクの三浦健太郎先生が最もこの雑誌の中で男らしいっていう表してるっていうぐらい、絵柄はふわっとしてるんですけど、内容がむちゃくちゃ濃いんですよ。簡単に言うと、主人公桐山で中学生が主人公なんですけど、史上5人目の中学生プロ棋士。漫画が始まった時には C 級なんですけど、今の連載だったら B 級まで昇格してます。それの凄さって、そもそもプロ棋士ってわかります？あ、わかりますよ。プロ棋士の定義。わかんないです。そもそもその日本将棋連盟認定をされている、まあ、加入しているある基準をクリアした人がプロ棋士になれるんですけど、その基準を満たせなくて散っていく人たちっていうのがすごく多くて、それはそれでまた切り離してドラマになってるぐらい。具体的に言うと、満23歳までに初段にならなければクビ、と満26歳までに四段にならなければクビ、なんですよ。足切りが半端ないですね。四段になってからというのがちゃんと給金もらえる本当のプロなんですね、うん、早く違う人生を歩んでほしいので、こういう厳しい基準っていうのを作ってるっていうのもあるし、圧倒的に過酷な部分があって、ずっと将棋だけを勉強してなければ勝てないぐらい厳しい世界なんですね。棋譜とかの数ももう恐ろしいほどあるし、今でもどんどん棋譜っていうのが作られてる。だから無限なんですよ。その満23歳で初段、満26歳でプロ4段にならなければクビっていう世界の中で、中学生でプロ4段、もうとんでもないことなんですよ。だから藤井聡太、現実の藤井聡太としてももうありえないぐらいそうですけど、この漫画の中の桐山麗もそういう逸材だというふうに受け取ってもらえると。藤井聡太がインタビューで答えた神回答だったっていうのを見ました。神様に願い事を叶えてもらえるんだったら、藤井プロは何をお願いしますかって言われて答えた回答が、せっかくなので言ってお願いしたいです。これかっこいいなと思いました。かっこいいっすね。全然漫画の話してないんですけど、でその桐山麗は非常に悲しい過去を持ってて、お父さんだったりとか妹を交通事故で亡くしてるんですね。でそこである女性と出会うんですよ。川本あかりっていう女性と出会って、その人の優しさに触れて、将棋だけで生きてきたのによりその人間的な深みを増していくっていうところがストーリーの本筋でもあって、でも川本家っていうのが、その川本あかりっていうのがまた素晴らしい女性で、手料理が大好き。おうおう。で毎回その料理の描写とかもあるんですけど、全部美味しそうで、で家計にすごい厳しい。あ、なるほど。お姉さんなんだけれども、はい、親がいないんですよ。母親が死んじゃってて、父親は蒸発しちゃってる。そのお姉さん、女で一人でまだ20代なんですけど、妹二人見てるって、そこもちょっとすごくポジティブに前向きに生きてて、家計が厳しく料理も上手で、いろいろやりくりしなきゃいけないんだけど、カロリー計算だけザルなんですよ。ザルだからどんどんパツンパツンになっていったりとか、そういう描写があったり。あとは親戚のおばさんが銀座で三崎っていうクラブやってて、そこ就任で立ってるんですよ。その時すっごいもう素敵な女性になって、ファンがめちゃくちゃついてる。どこかの会長さんだらけ、ボトルガンガン入れるわ、っていう、なんだろう、非常に魅力的な家庭の話もあったりします。蒸発してしまった父親っていうのがまたすごくて、あ、忘れました。毒図で
よくこんなクズ思いつくなっていうぐらい作者が毒図。いや無理、あんな精神的にイライラするありえない。そんな女を作って娘たちを捨てて出てったとこなんです。それが降って現れたと思ったらまた家族で一緒に住もう、別の奥さんとか子供もいて、うん、こいつらとも一緒に住もうで急に現れるんですよ。え、そんなの私たちは困りますって当然娘たちは言うんですけど、うん、いや、そういうのが気になって嫌だったらお前たちは出てってくれても構わないんですよ、うん、すごくないですか。転がり込んできたんですよね。出てってくれても構わないっていうんですか。そうです、すごいな。もう親でも何でもない、うん、血は繋がってますけど桐山玲は、この家庭問題も姉妹たちを何とかしたくて父親と戦うわけなんですよ。そこがかっこいい。へえ、面白いですね。その桐山中学生で同じ世代のライバルっていう、だから二階堂っていう、体型的には同じような感じなんですけど、誰が出るやん。その子は腎臓病を持ってて、で腎臓疾患で太っちゃってるんですよ。対局中に倒れちゃったりとか、まあこの後どうなるのかまだ分からないんですけど、その話を聞いて、あれこれモデル村山聡なんじゃないかって思わないですか。ハブ世代、ハブ名人の世代で膀胱が患ってて病気と戦いながら天才と呼ばれた男なんですけど散ってったっていう、それを彷彿させる二階堂。ただ海の近先生も思いなのかもしれないですけど、すごく裕福な家庭の男の子で、作中の中だと倒れたりもするんですけど、ちゃんと回復したり、だから村山聡が今もこう元気だったらこういう風になってってほしいって自分がこれ勝手に思ってるんですけど、そういう風に描いてくれてんじゃないのかな。本当に好きなんですね。いろんなキャラクターが出てきて、当然プロ棋士もいっぱい出てくる、もう個性がむちゃくちゃ際立ってる中で自分が最も好きな人の話だけします。たまたま自分と名字が一緒、藤本ライド棋士、とてつもなく個性が強くて、まず郷土愛がすごい。郷土愛、鹿児島出身なんですよ。思いもよらないところが来た、はい、郷土愛がすごいのと、あと目が出そうな若い光った原石を見るとニチニチずっと喋りかけるんです。対局中もうページが字で埋まるぐらい喋り続けて女好きなんですよ。めちゃくちゃキャバ嬢と付き合ってて振り回されてるんだけど、その現実に気づかないようにしていったりして、そういうなんか自慢話を対局中にするんですけど、うん、周りのプロ棋士たちがそれ知ってるから、うん、藤本名人それは同伴の話ではとかうるうるみたいな。さっきの父親の話で姉妹を守ろうとした桐山で、最終的に守ろうとした手段っていうのが、僕は結婚を考えてますでその三姉妹に言うわけなんです父親に。なのでこれは家族、僕の家族の問題でもあります、だから他人ではありませんとか言って、その渦中で戦い始めるんですけど、告白してもないし、いきなり結婚にぶっ飛んでるから、その姉妹がオーバーヒートするんですよ。でその結婚とかなんとかっていう話をその藤本ライドに伝わっちゃうんですよ。そしたらすっごい嫉妬されて、で彼が言ったのは、いや付き合ったこともないですし、お前そんな付き合ったこともない人をこの人しかいないと思うのは誰でもいいのと一緒だろうとかっていう名台詞が、お前な結婚したらもう遊べないんだぞってお前デートもしたこともないんだろ、そもそもそれはデートなのか、なんか食事したりしてその後にお店に行ったら結局それはデートなのかとか、それは共犯の話なのかとかまたさっきのに戻るんですけど自分に返ってきてそうそうそうでテーマの決定力なんですけど、棋士ってすごいなっていうのが、四六時中将棋のことを考え続けて対局それをぶつけ合うって、どんな人生なんだろう。商品の開発とかしてるんで、なんとなく分かるのが、ずっとやっぱ考えてるんですよ、もうずっと考えない時の不安、どんどん衰えていくのが分かるんですよ、遊んでると。だから怖くてずっと勉強しちゃうんですよ。なので、人って何かしら成果を上げない、この社会の中で成果を上げなきゃいけない時って、やってるけど怖いんですよ。だから、やらなきゃいけないし、で、やってても成功するっていう保証がないんですよ。許されるっていう基準が存在しないから、ずっとやり続けなきゃいけない、ゴールがない不安っていうのがずっとつきまとってて、例えばその口座の残高に1億円あったとして、その1億円が会社がじゃあ1年持ちますだとしても、1年後を想像すると怖くてしょうがないですよ。なので頑張り続けなきゃいけない。で自社のサービスとかあるいは人間社員とかっていうのも、
こっから100年持たない。だからずっと改良しなきゃいけないし、ずっと採用しなきゃいけないし、ずっと成長させなきゃいけないし、自分も成長しなきゃいけないって考えると、気が狂いそうになるんですよ。だからそういう危機感を持った上での決定力っていうのは必然なので、これが意識できない人が経営者になるっていうのは無謀だなと思って感じたりもします。何かご意見ありますか？そうっすよね。半年後、1年後って、うん、このまま何もしないでもこれぐらい持つって考えた時に何もしないと死ぬよなっていう、はい、経営者だけが責任を負うじゃないですか。キャッシュフローとか見るたびに焦る気も出てくるっていうのはよくわかります。なのでお金がない時に頑張るのって当たり前じゃないですか、うん、なくなっちゃうし、じゃなくて、うん、お金が潤沢な時に2倍3倍って頑張っといた方がいい、うん、頑張らない時を作らない、そういう意識を持って行きたい、うん、行きたい、はい、今回はここまで。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメント欄にこんな漫画とかゲームとか取り上げてほしいって書いていただけると嬉しいです。どうぞ、バイじゃん。